フローラルガーデンよさみは、愛知県刈谷市にある公園。イサビ送信所の社宅跡地にあり、花と緑をテーマとしている。2007年4月1日、イサビ送信所記念館と同日にオープン。面積約34,300平方メートルの敷地内には、イサビ送信所記念館をはじめイングリッシュガーデンや、公園事務所や、カフェなどが入るフローラルプラザ、ミニ SL や、 遊具広場などの施設があり、親子が一緒に楽しめる公園となっている。園内にはこのほか、記念鉄道や対応無線通信発祥地の石碑が設置されている。また、毎月第1日曜日には、よさみガーデンマルシェが開催されており、買い物客で賑わっている。いさび送信書記念館は、愛知県刈谷市に所在するフローラルガーデンよさみうちに開設された記念館である。 2007年4月1日にフローラルガーデンによさみと同日に開館。館内にはイサビ送信所で使用された送信機器類など関係資料を保存しており、建物外観は送信室の外観を模したものとなっている。2007年には館内に保存、展示されている高周波発電機が日本機械学会認定の機械遺産に認定されている。 2012年3月31日には改修工事を終え、リニューアルオープンした。電子情報通信学会等海医師部の創立50周年事業として1989年の講演解説以前に混流された物いさび送信書、記念館に関するカテゴリー。ありがとうございます。